あさっていよいよ岡山芸術創造劇場晴れの輪で上演される市民ミュージカル慈愛と恵み石井十字物語。先日晴れの輪で出演者らによる最終調整が行われました。晴れの輪の大劇場で最後の調整が進んでいるのは、あさって本番を迎える慈愛と恵み石井十字物語です。児童福祉の父と呼ばれた石井十字、明治時代に日本で初めての孤児院を岡山に作り、およそ3000人の子どもたちを全国から受け入れました。おととい行われた稽古では、出演者が衣装に身を包み、立ち位置や照明の調整が行われました。一番端の男の子、端から2人目の男の子もちょっとそっと、きっちり覚えよう。石井十字を演じる俳優の日野新さんは、稽古を何度となく重ねる中で、舞台を通じて観客に岡山が誇る十字の思いを伝える意義を一層感じたといいます。一回一回が特別な公演をお客様と一緒に作り上げていくっていう形が取れるというのが大事だと思うんです。そこで初めて 120% の完成形の石井十字物語ができると思うんで。市民ミュージカル慈愛と恵み石井十字物語は今月17日と18日に合わせて3回公演され、 RSK テレビでは関連する番組を来月14日午後4時から放送します。